いさ。おはようございます。日付からいきますね。今日は、11月の24日火曜日、ここカリフォルニアが、23日の、月曜日ですね。時間がですね、日本は夜中の2時57分で、ここカリフォルニアが朝の9時57分で、ちなみにニューヨークはお昼の12時57分ってところですね。すいません、ちょっとバッテリーがないですね。バッテリーがもう秋雨用だろ。で、バッテリーがない。すいませんね、ちょっと秋雨用。すいません、テイク2です。すいません、ちょっと待ちます。ああ、朝のコーヒーは美味しいっすね。で、今日もまあ、健康に関することとか、いろいろ YouTube で調べたりしたんですけど、まあ、この間ね、習ったランジ、後ろランジとか前ランジ、まあ、腰に手を当てて、こう、後ろ足を引いて、こう、しゃがむっていうやつなんですが、ね、専門家がやってるのがいいと思いますね。自分は見習いだってこう前にやるランジとかね、あるいはこういうところね、まあ捕まえて、慣れない時は捕まえてね、こうどっか椅子でもテーブルでも捕まえてやった方がいいと思いますね。でやっぱり自分の場合はこういろんなことを知らないんで、こうラジオ体操からこう始めたんですけど、ラジオ体操もね、やっぱやってみると最初のうちはこう息が続かないですよね。でその取っかかりとして、ラジオ体操もね、結構ね、なんていうんですか、こう音楽をかけたりするっていうそののもそうだし、まあ一番いいのはこのチャンプルーのラジオ体操を見てこうやるってのもあるんですけど、そういうのも面倒くさいことありますよね。でまあやっぱりこう手がかりっていうかね、足がかりっていうか、こう思いつくことをこうね、まあまずは体をこう、行動っていう言葉もちょっと大きいんであれば、小さい行動とかね、言葉をこう変えてするとなんかできそうな気がしますよね。小さい動きだとかね、こう体を動かす、まあブラブラさせるっていうことをこうしていくと、なんかやっぱりこうだんだん調子が出てくるのかなとかって思いますね。で体もこうね、意識して、健康を意識して、健康意識ねブラブラ健康意識をやられるといいんじゃないかなとかって思ったり、自分ですね、自分がそれがまあできてませんので、そういう取っかかりをこう意識して思い出しながら、こういろいろつなげていきたいなとかって思ってる今日この頃ですね。まあ皆さんよろしければラジオ体操しましょう。ラジオ体操いいっすよね。何がいいんですかみたいな。まあもうね、小さい時からずっとね、夏休みやら体育の授業やら、最初にラジオ体操っていう形で、まあもうね覚えてるんじゃないかなとかって思いますけど、まあいろんなね体操ありますから、そういうのも勉強しながら間違えたりしますね。
葉もなんかね、幸せだとか最高とか気分がいいとか、そういう言葉を思い出してこっちにするだけで幸せな気分を味わえるらしいですね。ずっと両足跳びの運動です。チャレンジしていきたいなっていうやつですね。ありがとうございます。まあね、本当こうつなげていくっていうのもいいですよね。やっぱこう自分がこう思いつくやつ、手っ取り早いことからちょっと体を動かすとね、こうね、ラジオ体操につなげたり、こう男児につなげたりとか、あと売れたて伏せでもいいと思いますしね、無理しない程度に、あと散歩をしたりとか、まあそういう風な形でね、体をこう動かすことで心のバランスっていうのがなんかすごい取りやすくなるって言いますしね。あとポーズもね、いいとかって聞きますよね。やったーとかってね。あとまあ、あのお笑いのね、あの漫才とかそういうのを見てこう笑うっていうのも最強らしいですしね。まあ、あのテレビを見ながらでもね、こうあっちブラブラこっちブラブラとかっていうのもねやっていけると思いますしね。まあ、自分もなるべく意識してね、こう体をこう動かすようなことを考え続けていきたいなとかって思ってますね。心のバランスと体のバランスとかっていうでね、あっちこっちからいい喜びみたいなのをあっちこっちからつまんで、まあ毎日同じことを繰り返しなんですけれども、まあそういう形でね、もっと成長していきたいなとかって思ってます。また朝行ってよ。